皆さんハロニチは、せーの、おやつラボです。今日ははちみつバタークッキーを作ります。で、ね、材料をねガンガン入れていきましょう。入れるだけですか。です。よいしょ。ウェイウェイウェイよっ。すぎるよ、ね、早く使わないといけない。うんと大量消費でしょ。誰も困ってなさそう。困ってないだろうね。初めて使うからさ。おお。あ、おかしなことな。今日もダメだ。あれを持ってきてよ。行けました。 OK。 やばいねこれ。第2混ぜて混ぜましょう。蜂蜜の匂いはさすがにしない。でもなんかする、なんかする、なんかする。うん、ラップお願いします。うん、いいと。なんか長いな。長くない？めっちゃ何枚できんだってぐらい。冷凍庫に入れましょう。はい。で、形を整えてお願いします。こうすればいい。これもこれも反対側。あの、もうちょっと間開けなきゃいけないの。これってそんな膨らまないよね、これね。じゃあ、できた。粗熱を取ろう。食べたいな。いけちゃった。うん、いただきます。乾杯。うん、おいしい。なにこれ。カスカラ。それも地名じゃない。え、カスカラとは、うん、コーヒーの実の皮と果肉部分を乾燥させたもの。うん、世界注目のスーパーフードだそうです。終わってたわ。やったぜ。え、ボリビア。あ、そうなん。そうそうそう。いや、確かに地名っぽいよね。一般的にはうん、コーヒーチェリー。多分そう。カスカラはスペイン語で皮や殻を意味する、うんうんうん、コーヒーの感じは全くないないない。僕はコーラみたいなね、うん、コーラにも近いかもしれない。近いと思う。コーラを若干フルーティーにした感じ。なんかよくさ、コーラに何か入れましたってやつ売ってるじゃん、うんうんうん、コーラのなんかチェリー入りとかない、うんうん、お、食べちゃう。何そのなんか流れるように何食べてくの。いや、気づくかなと思って。気づきましたよ。ちょっと、なんでパウンドさせたの。置いてあるから、ここに。いや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 。ここに置いてあるから、これはやれってことなんですよ。世の中いろんなクッキーがあるけど、うんうん、うちで焼くクッキーが一番美味しい気がする。蜂蜜入ってるからかな。しっとりしてるよね。うんうん、サクサク。バターもたっぷり入ってて。うん。美味しい、うん。サクサク、ホロホロ。みたいな。止まらないね、うん。生クッキーとかあるじゃん。なんかすごいしっとりしてるから、そういう感じの食感。もっとじっくり焼いたら
もっと硬くなるかも。うん、私は結構この食感が好きだね。ちょうど最近さ、ボリビアのさ、うん、YouTube を見たじゃん。小野田さんがボリビアを旅してるやつを見たから、うん、これを飲むとボリビアの風景が浮かぶ、うん、あの白いとこでしょ。どこかわかんな、ウユニ、こんな感じで白いとこでしょ。まあちょっとウユニに怒られるよ多分それ。通じたよね、うん、大丈夫。手軽に行ければね、行ってみたいけどね。いやあれこそさ、生きてるうちに一回は行きたい場所だと思うんだけど、うん、いや行きたいよね。標高がめちゃくちゃ高いんだよね、うん、あれ、うん、富士山より高いの。もう一回あるんじゃない。だからあれでしょ、うん、すごい高山病みたいになっちゃうんでしょ、うん、なりそうだよね。なりそう。無理だわ、うん、無理そう。これに水を張って、うん、まあ、こんな感じのとこかなってやるしかない。行けないんでしょ。うん、無理そうだよね。そういうの車にも酔うでしょ、船酔いもするでしょ、うん、あのなんか麓の町で、それこそボリビアの首都なんだっけ、ラパス、ちょっと体を慣らすんだよねあれって確か。でもさ、1週間はないとちょっときつそうじゃない。日本から行くと時差ボケとかも辛いわけじゃん、おそらくだけど。まあ逆じゃん、だってほぼその状態でさらに高い山の上にいたらさ、もうめちゃくちゃ具合悪そうじゃない。だから少なくともまず1回同じ標高が高くない同じ時間帯のところ、まあロサンゼルスあたりに行って、ちょっと体を慣らした後に。なんで寝てんの。長いなと思って。何がたどり着くまで長いな。か弱いあなたのためのプランだったのに。この蜂蜜の香りがかすかに、うん、ワンってしてくるのは、ね、うん、止まりませんな。主張しすぎず。あはぁ、アクホロで美味しいわ。うん、ウユニでジャンプしてたわ今。やばい飲み物。あれでしょ、この上でピョンってで飛ぶから写真撮ったよみたいな感じの。あ、そうそうそう、ピョンってやってるでしょ。そうそう。やっぱりだから調子良くないと辛いんじゃない。映える写真を撮らないといけないか。そうそうそう。だから1ヶ月ぐらい行かないとやっぱダメかな、うん、無理無理無理。ダメダメかもしれない。わかんない。じゃあ別の人と行ってくるか。ピョン。そうそうそう。ダメこれ。知らない人なのそれ。ごちそうさまでした。ウユニのホテルに泊まっている。これは塩でできたホテルか。やばいわやっぱこれ。